それではこれから紙飛行機の折り方の紹介をしていきます。まず紙をこのように半分に折ってください。続いて一度開いてこのように折ってください。そして一旦開いて反対側もこのように折ってください。はい、そして真ん中の部分、ここを中心としてこのように折ってください。これは折り目をつけるだけなんですけどね。はい、そうしましたらこの折り目に沿って一旦裏返しにして、ここをこういう具合に折ってください。こうです。これがこうなります。そして次にここから 1.5 センチ2センチ弱くらいのところをこのように折ってください。さらにここを、ここのラインでこのように折ってください。こうです。そしてこっち側にこのように折ってください。そしてここの部分から 1.5 センチぐらいのところでこう折ってください。反対側も同じようにこのように折ってください。こんな形ができてきました。そして最後にここが翼の部分なんですけど、翼の端っこをこれまた 1.5 センチぐらいこのように折ってください。反対側も 1.5 センチぐらいこのように折ってください。はい、これで出来上がりです。形を整えます。このままでも飛ぶんですけれども、もうちょっと少しよく飛ぶための工夫としてクリップをこの先頭部分に挟んでやってみてください。そうするとさらによく飛ぶと思います。